2012年12月9日、神聖なる両国の地に邪道軍を引き連れやってきたのは大仁田敦。迎え撃つは健太率いる能回し。邪道軍の型破りかつ卑劣な技の数々に苦戦を強いられた能回し。しかし今のノアを牽引しているのは俺たちだ。そのプライドと意地で邪道軍を撃破。ノーマーシーと邪道軍、遺恨を残しつつも、実は決着がついたかのように思われた。三沢メモリアルナイト、天下に訪れた大仁田に対し、お前なんか相手にしてる時間はないんだよ。天下の言葉を受け、大仁田は矛先をある男に向けた。杉浦、な、おい、俺が鍛えてやるから、いつでも来い。ノーマーシー、杉浦を指名。指名された杉浦は、大仁田、敦、相手します。邪道軍撃破のため、杉浦が特訓を行ったのは、かつて所属した陸上自衛隊朝霞駐屯地。そこで待っていたのは、ロンドンオリンピック金メダリストの米満達弘選手。合同練習で米満選手が杉浦に技を伝授。その名も米満リフト。今大会米満リフトの使用を聞かれた杉浦は、もったいないかなっていうのが、あんなごっちゃごちゃして競技が多分ね、使ってる試合でやるのもなんかあれかなっていうのもあるかもしれないけど、チャンスがあればですね。チャンスがあればですけど、出るか米満リフト。ちなみに杉浦が技を出した場合は米満リフトと実況させていただきます。七夕の夜、杉浦率いるノーマーシーが邪道軍を撃破する。第6試合ストリートファイトトルネード6人タッグデスマッチ、ノーマーシー、杉浦、高山、平柳組対邪道軍、大仁田、矢口、小坂組。ノアと邪道の再会を誰が願った日だったのか。色とりどりの短冊を染め上げるのは地下毒斬りか、タタノハではなく緑のマットに邪道の夢は叶うのか。 12.9 あの両国からノアに2度目のワイルドティング。王道で生まれ邪道を歩む大仁田敦、その邪道軍、矢口一郎、小坂秀樹を率いて大仁田敦が2度目のノア参戦だ。その手には有刺鉄線、反則はありません。狂気は何でも持ち込んでいいというデスマッチ。まずは小坂秀樹、大ブーイングで迎えられています。その後ろには有刺鉄線が巻かれた板が持ち込まれた。そして椅子を担いだ大仁田敦、デスマッチのカリスマ大仁田が再びこのノアのマットに姿を現した。素敵な笑みだ。ストリートファイトトルネード6人タッグデスマッチ、ルール無用、喧嘩マッチであります。ブーイングと怒号の中、邪道軍大仁田敦リングイン。大ブーイングの七夕有明コロシアムであります。反則なし、タッチなし、場外カウントなし、時間制限なし、喧嘩上等、ルール無用のデスマッチ。ノーマーシーに慈悲はなし。杉浦、高山、平柳、水をまいた大仁田、真夏の円形闘技場に渦巻く殺気のトルネード。さあこの先頭
してその後ろ慶応高山義弘、トップロープをひとまたぎだ。売られた喧嘩は当然勝った。ここはもうリングというよりストリート。その距離30センチ、大仁田篤と杉浦の作戦。杉浦迷彩服、その腰には刀を刺しています。両者がそれぞれ凶器を持って入場してまいりました。凶器持ち込み全て OK、 反則はありません。タッチもなく6人が入り乱れて戦うというこのストリートファイトトルネード6人タッグデスマッチ。あー、絶対毒斬り、ゴングの前に毒斬りだ。そして今ゴングの前に有刺鉄線、最初に手を挙げたのは邪道軍であります。いきなりリングの中央に机を設置するという矢口、さらには邪道軍であります。さあ解説の佐久間さん、はい、これ12月のノーマシー対邪道軍を、はい、これさらに上回ってますね。そうですね、やはりね、前回やはり邪道軍としてはね、企画を取ったという部分で行きましたよね。先にいきなり机の上にパイルドライバー。まだ試合開始から30秒経っていません。この試合ですがタッチはありません。6選手が全て試合の権利を持っています。場外カウントもありません。勝敗はボールもしくはギブアップなど、つまりは3カウントを聞くが、誰かがギブアップをするまで試合は終わりません。レフェリーが特に危険とみなした攻撃以外は全ての反則が認められる。つまりルール無用。このようにブロックを取るのは最悪ですね。はい、いやこれね、ただ3対3じゃなくてですね、セコンドの介入もあるんですよね。なるほど、確かにこれが非常にね、ノーマーシーとしては厳しい戦いになりますね。これ邪道軍、まあ、手元の計算ですが10人近くいますね。はい、そうですね。これやはりね、3対3でもこのトルネード形式っていうのはね、彼らの慣れてるルールですから、はい、まあ、ノーマーシーにとっては不利なルールなんですけど、さらにね、こうセコンドの介入が入ってくると単純な力量差では測れない部分がありますよね。さあ今高山が邪道軍のセコンドに机を上げている。平柳は水鉄砲で穂坂に一撃、もちろんこれも許されるわけですね、はい、そしてちょっと待ってください、これ鉄柵何かパーティーションを動かして上まで行きますね。そうですね、客席ですね。でそして杉浦がこの迷彩服を着てくるというのはやはり意思を感じますね、はい、そうですね、やはりね、こう自衛隊のね、体育学校にもう練習にも行きましたしね、やはりそういう修羅をくぐってきたという、ね、思いもあるでしょうからね。あのロンドンオリンピックレスリング金メダリストの米満武弘選手に、米満リフトを今回は伝授されたという杉浦。あ、そして平柳が、これは虫取り網ですね、夏休みの絵日記に描けるようなものを見せたい、そう語っていた平柳。まあなんでしょう、これも競技としてはもちろん OK、 何かこう、はい、精神的なプレッシャーもかけている。いや、そうですよね、こうイライラさせるっていう狙いが一つあるでしょうね。さあ今場外では杉浦と大仁田、リングの上では有刺鉄線で高山と平柳がやられているという状態です。今ここまでで、はい、佐久間さん、反則は一つもないんですよね。そうですね、これを全部認められた行為ですからね。はい、今放送席の前、杉浦と大仁田篤、ゴングが鳴る前に毒斬りを受けたという杉浦。さあ放送席叩きつけられた。あ、高山が今度は有刺鉄線。そうですね、これもう目には目をですよね。これは出会ってはいけない、プロレス界のメガダルタイル、七夕に悪夢が繰り広げられている。自衛隊魂を背負って杉浦がこの有明コロシアムノアのマットにやってきました。まああくまでもプロレスラーとしてこの杉浦ここまで戦ってきたわけですが、何か今日に対する気持ちというのは非常に感じることができますね。まあ、そうですね、やはりこう全く今まで戦ってきた、ね、リングとは違うものになるというのを、ね、想定した上での、ね、戦いでしょうけど、それをさらに上回るほど、ね、こう大荒れの展開になってきましたね。矢口が椅子を持っています。さあ矢口が杉浦に椅子の攻撃。いやこれね、やはりセコンド陣もね、すぐに椅子を入れたりとね、もうこの戦い方を熟知してますよね。なるほど、邪道軍には、まあ、すかさず間髪入れず凶器が手渡されます。対するこのノアのノーマーシーに関してはどうでしょうか。いや、やはりこうまだこうペースをつかみきれてない感じがありますね。特に杉浦奇襲でもう視界をね、だいぶダメージ持ってますしね。で平柳も今セコンド陣に止められたりしてリングに入れないんですよね。この円形闘技場有明コロシアム、360度大ブーイングが邪道軍に浴びせられています。今矢口が有刺鉄線で平柳を捉えようとするところ。いやこれは杉浦ローンバトルですね。いや、はい、6人試合全員持ってますから有刺鉄線、
やはりこういう接戦ボードの使い方というのもね、はい、もう狙い通りですよね。もちろん鬼田たちはああいった有刺鉄線に対しての体勢はあるでしょうが、はい、体勢のない選手が、あ、カウントが入ります。3つカウントが入るまで試合は続行します。体勢がない選手が有刺鉄線を食らうというのは、はい、佐久間さんどういったダメージが考えられますか。いや、まあ、ちょっとこれね、想像できない部分はあるんですけど、やはりプロレスの技でもね、免疫がないものを食らうということはね、当然ダメージになりますよね、はい、それと同じようなことが考えられますね。そのあたり、まあ、いつも以上のダメージを受けているかもしれないという杉浦です。そうですね、神経もやはりいろんなところに狂気が転がっているので、かなり神経使いますよね。これも本来の自分のレスリングスタイルを崩す要因になってしまうと思いますね。ハイキックを仕掛けていく。ここでようやくプロレスらしい展開ですね。はい、ただやはりこう正攻法だけで戦うというのは無理があると思うんですよね。もう目には目を歯には歯をで、ね、いかなければこれいけませんね。さあ、ここで今リング上、高山が矢口と保坂、その矢口を投げていく。杉浦がバックを取った。ジャーマンスープレックス、あくまでノーマンシーは正攻法できます ね、 そうですね。しっかり技で戦ってますよね。さあ、そこに大仁田が息を吹き返してきたか。ここで、あっと椅子を手にする。後ろ、後ろ、いや、あの投げつけるっていうね、はい、いや、やはりね、大仁田は本当にこの戦い方慣れてますからね、はい、さらに今矢口が有刺鉄線、お、平泉カウンター攻撃、そして小坂を捉えていく急所攻撃。いや、平泉は普段からこういうことしてますからね。そうですね、大仁田の急所を足掴みだ。いつもであればブイブイ系ですよね、はい、これは今日大声援を受けている。いや、平泉としてはやりやすいかもしれませんね。なるほど、ある意味ノアの邪道、ノアの悪道、平柳。さあ、今平柳が矢口を捉えています。マット上で3つのカウントを聞く、もしくはギブアップまでがこの試合が続くということになっています。6人全てが試合の権利を持っています。タッチなし、反則なし、場外カウントはありません。いや、こう戦いぶり見てるとノーマーシーの方は、はい、平柳がね、非常に生き生きと戦ってますよね。そして今大仁田がいた、トップロープの位置の平柳にいた。危険ですよね。そうですね、やはりこれちょっと平柳がね、もう伸び伸びと戦っているので、大仁田ちょっとそこを潰しに来た感もありますね。先ほど左の肘のあたりに出血が見られているという平柳現場であります。さあ、今邪道、その大仁田敦、板をリングの中に持ち込んで杉浦が対する。顔が真っ赤な杉浦、始まる前に毒斬りを打った。いた、低めの切れ端であります。ナックルパート高山、ここにも毒斬り、真っ赤に染まった。机はそうやって使うものではありません。杉浦と高山の頭部を机で強打する。そして今穂坂がデスバレー、完璧な形。ここでカウント3つ入ると試合が終わってしまう。杉浦カットに入りました、はい、いや、ちょっとこれでも、いや、もうバッと持ってきましたね。また杉浦に有刺鉄線。いや、確かにこの邪道軍のセコンドを含めた狂気のチームプレー、素晴らしいものがありますね。いや、そうですね、決してこれはいいことではないんですが、はい、いや、もう戦い方としてはね、本当に一番いい戦い方をしてるんじゃないですかね。喧嘩上等のストリートマッチ。しかし佐久間さん、これもプロレスの一つの形なんですね。いや、もうこれが邪道プロレスですよね。ノアのマットに今この邪道のプロレスが繰り広げられている。ああ、有刺鉄線が張り巡らされたこの板が何か設置されていますね、はい、これは危険ですね。何か危険な匂いがプンプンと立ち込めてまいりました。そして実はこの試合のためにマットが張り替えられたんですね。そうですね、試合前にこう今日から、ね、新しいキャンパスだったんですが、それはやはりこういうことになるのを、ね、予想して変えましたよね。佐久間さん、これまで取材歴長いと思うんですが、はい、こういったことは今まで、いや、試合中ね、キャンパスを変えるというのはちょっとね、ないですよね。今それだけ荒れた展開が予想されたというこの試合。あらゆる戦車の上に平柳、思わず有明コロシアムから決め、そして今カウント3を聞きました。卓球ズマク有明コロシアム、邪道軍が先に3カウントを聞きました。杉浦のこの表情、その胸の内は無念か怒りか、何が立ち込めているのか。今邪道軍のその勝利を祝う旗が持ち込まれた。まるで乗っ取られたかのような
光景が広がっています。平柳の背中からは大量の流血、今まではこういったシーンはあまり見られませんね。そうですね、まあ、やはりこれは戦い方ですよね。完全にもうセコンドも含めての戦い、ちょっとここまでのね、はい、大荒れを、まあ、杉浦率いるノーマーシーの方は予測してなかったのではないかという感じはしますね。 12.9 の両国ではノーマーシー、ノア勢が勝ちました、はい、邪道軍としてはここでリベンジ達成ということになりますね。そうですね、まあ、あの時以上にセコンド介入しましたよね、はい、やはりこう戦い方をちょっとシフトチェンジしてきた印象がありましたね。杉浦と高山の顔は毒斬りの赤に染まっている。ああ今大仁田が水を吹きかける。大仁田淳、それが邪道のやり方か。今杉浦と何か言葉を交わしている。試合が終わってもこの喧騒、有刺鉄線で平柳が引き続き攻撃をされています。杉浦今どんな心境でしょうね。いやこれはもう本当に怒りを抑えきれないといった様子ですよね。静かにそのマットから距離を取ろうかという杉浦隆。しかし杉浦は沈黙こそが非常に恐ろしいという、ね、いやそうですね、これは恐ろしいですよ。おっと小仁田帰って待ってけ、お前に話がある。早く帰れ帰れ、負け犬は帰れ帰れ帰れ。不安の皆様に、ノアの不安の皆様に、ノアの不安の皆様にご挨拶がある。杉浦さっさと帰れ帰れ杉浦。おい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 、ノアのファンの皆さん、ノアのファンの皆さん、今日はどうもありがとうございました。佐久間さんは、はい、今の大仁田のマイクどう聞きましたか。いやこれはね、本当の心からのありがとうではないですよね。また次も来ますよというね、挨拶のように受け取りましたね。ただ何でしょう、憎まれながらも、はい、確実に今ファンの心に何か鎖を打ち込んだ、そんな印象も受けます。そうですね、このねまま帰らせてしまっていいものかというね思いがみんなあると思うんですよ。それは大仁田にしてみればしてやったりなんですよね。次への伏線はもう確実に打たれてますよね。健太はこの大仁田をハイエナのように匂いを嗅ぎつけると言っていました、はい、まさにそういうところを徹底したという感じもありますね。そうですね、やはりねこのままで杉浦気持ちが収まらないと思います。ということはまた続きが起きてあってしまうのかなという感じですよね。ノーマーシー対邪道軍、8分34秒の悪夢がひとまず幕を下ろしました。